15世紀後半のイベリア半島ではカスティリアの王女イサベルとアラゴンの王子フェルナンドの結婚をきっかけに両国を統合したスペイン王国が成立しました。共同の統治者となったイサベルとフェルナンドは1492年にグラナダを陥落させてレコンキスタの事業を完成します。16世紀になると両者の孫にあたるハプスブルク家出身のスペイン王カルロス1世は神聖ローマ皇帝にも選出され、ネーデルラントやオーストリア、新大陸などにまたがる広大な地域を支配しました。カルロス1世の息子でスペイン王の位を継いだフェリペ2世はカルバン派が多かったネーデルラントでカトリック化を進め、それまで大幅に認められてきた自治権を奪おうとしたため、貴族や市民たちが反乱を起こしました。南部の諸州がスペインとの戦いから脱落した後も、北部の7州はユトレヒト同盟を結んで、オラニエ公ヴィレムの指導の下で戦いを継続し、1581年にネーデルラント連邦共和国として独立を宣言しました。一般にオランダと呼ばれるこの国は17世紀には通商国家として大いに繁栄しました。